皆さんこんにちは、登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山道などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。皆さんこんにちは、登山大好き林木です。今日は、藤原岳に、来てるんですけども、藤原岳のね参考は、もう何度もね紹介してるんで、今日はね何しに来たかと言いますと、今年ね、購入した、雪用のねショベルです。ちょっと今ここにいないんですけど、後でねまたお見せしますけど、ショベルでねちょっと雪穴掘ってですね、なんかスノードームでもちょっと作ってみたいなと思って、来ました。であとねついでに、ツェルトもね、練習がてらね、設定してちょっと試してみたいなと思ってます。じゃあね今日はちょっともう参考のシーンをね散々ねお見せしてますんで、山頂までね一気にワープしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、今回はね、ちょっと、少し前のね参考、北アルプスのね、西穂高、まあ、西穂高までは行ってないんですけど、独標までね行った時の参考で、丸山から西尾山荘にね下るところで、ほんとねどうでもない、なんともないところのようなねところで踏み抜いちゃいまして、その時に左足の膝をね、ちょっとやらかしたっていうお話をね、他の動画でもちょっとさせていただいてるんですけど、ちょっとそのね、怪我からの復帰っていうような話をしていきたいと思います。もう皆さんねやっぱり山歩きされてるとどうしてもね怪我っていうねリスクがつきまとうわけなんですけども、まあ、自分の場合は本当にね、アホで下りにね、ちょっとスピード出してね、サクサクやって降りた時にまんまと踏み抜きしちゃったんですけど、まあそういう経験ねされてない方は多分下りサクサク下ってる方ね多いと思うんですよ。なんでいつねこういう膝の怪我っていうような、まあ膝だけじゃないんですけどっていうね怪我に見舞われて山歩きができなくなるっていうねリスクがつきまといますからね、ちょっとねそういうやっぱり怪我予防ということと、まあ、怪我から復帰、まあ、大好きなね山歩きをいつまでもね長いこと楽しめるようにするためにはやっぱり怪我しないようにしないといけないですし、まあした時にはねなるべく早く復帰したいもんですよね。で今まあね普通に、まあ、こんな感じで歩けてはいるんですけど、まだ特定のねこう動き、特定の方向に力が加わるとね、ちょっと痛みを感じたりしてます。やっぱり一回膝をね大きく、負荷をかけてしまうとね、まあお医者さんからはストレッチしてねやってくださいなんて言われてるんですけど、なかなかそうさ簡単に完治っていうのは難しいですよね。で今ね取り組んでるのがやっぱり今までみたいに有酸素運動バリバリできないんで、代わりに、まあ、筋トレを毎日やるようにしてます。またちょっと概要欄の方に紹介しておきますけど、世界一楽な筋トレっていうね、元吉本芸人の中山きんに君がね、YouTube で動画出してるんですけど、それがね、やっぱり非常に楽なんだけど、適度にやっぱり負荷がかかって、続けるのはすごくいいんですよね。まあ、自分なんかすぐ三日坊主で嫌なってやめちゃうタイプなんで、やっぱり継続できるメニューっていうところがすごくいいです。気に入ってます。でまだずっとねやっぱりできるだけね膝怪我してから、まあ、そういった筋力落ちないように、筋トレをね毎日やるようにしてます。あともう一つねやっぱり怪我の原因っていうか、まあ、怪我しやすい体っていうのはその体が硬いとやっぱり
怪我しやすかったりしますよね。そういうことで、やっぱり体をね少し柔らかくした方がいいなっていうことで、2週間ぐらい前ぐらいから、全身ねストレッチをやるようにしてます。こちらもね体が硬い人向けのストレッチっていうことで、ね、YouTube の方で動画が、ね、上がってて、非常にやっぱり短時間でできて簡単にできるので、結構長くね続けられてますね。この2つの動画ね概要欄のに貼っておきますんで、もしよかったらね試してみてはいかがでしょうか。はい、なんだかんだちょっと急騰になってきたぞチェーンスパイクで来てるんでね、まだ8号目から本格的な急騰なんで、そこまではね12本ないぜ、いらないですから。はい、そんな感じですね。で、あとやっぱり、怪我しないようにするっていうのがね、やっぱ怪我した人じゃないとこれなかなか伝わらないんですけど、まあ、ある人は怪我してみないとねわからないなんてね言われる方もいて、まあ自分もまあどっちかってそっち系なんで、お恥ずかしい話なんですけど、まあ、できればね怪我したら本当にろくなもんじゃないんですよ。歩きにくくなりますし、スピードはねやっぱり落ちますしね、動かしにくくなりますよ、いろいろと。でかばってまた怪我をしたりとかね、なんてこともあるので、やっぱりとにかくね登りはこういうすごくゆっくり登るんで、まあよっぽど大丈夫だと思うんですよ。やっぱり危ないのはやっぱ下りですよね。楽なんでやっぱりスピードどうしても出しがちで、スピード出てるんで同じような負荷がかかってもそのスピードで、ね、加速してるんで、倍2倍3倍っていうようなね負荷がかかっちゃいますよね。まあそういう理由で下りの時はね本当にちょっとしたことが大怪我につながりかねないっていうこともありますんで、特にね本当に下山時こそ注意深くね、下る必要があるかなと思いますね。はい、今回はねちょっと、怪我からの克服の話と怪我予防の話ちょっとねさせてもらいました。またね何かあればこんなような感じでお伝えできればと思います。じゃあ、もうね時間がめちゃくちゃスロースタートだったんで、もう皆さんね下山の時間ですね。こんな時間にスタートしてまだ8号にも変にもついてないという、今ね8号目から9号目に向かうね急登を登ってます。これ急登感伝わりますかね。ディスプレイがないんでちょっと分かんないんですけど、こんな感じ。まあ言ってもねそこまで急登じゃないですけど、まあまあ登ってます。前爪のあるアイゼンね使った方が登りやすいなってことで、もうアイゼン12本ねつけて登ってますけど、これアイゼントレーするんだったら藤原岳はほんとめちゃくちゃ向いてますね。雪も閉まっててねいいですし、直登ねできますし、しかもそんなに長い距離じゃないんで本当におすすめです、はあ、あともう少しなんでね、頑張っていこうと思います。はい、今ね藤原山荘到着しました。やっぱりすごいね山頂付近の積雪量が多いですね。2メーターぐらいあるかもしれないですね。ただこっち藤原岳方面ガスてきちゃいましたね、もうホワイトアウト。まあ今日はねちょっとピーク踏むつもり全くないんで、どっかね適当な急斜面のね穴掘れそうな場所探してちょっとね鉄道掘りたいなと思うんですけど、その前にねめっちゃお腹空いちゃったんで、もう本当はねなんかさ穴掘ってそこのドームにしてねそこでご飯食べようかなと思ってたんですけど、お腹空いちゃったんで先にご飯食べちゃうんですね。はい、こんな感じでちょっと
久しぶりの参考で疲れました。やっぱりすぐ体力落ちちゃうんですね。ちょっと藤原岳ガスちょっと残念ですね。西側の方からガスが降りてきたんで、ちょっと東側のね斜面の方に下っていきたいと思います。このねちょっとね斜度が、ね、あるあたりの方がね横穴掘りやすいですからね、とは言いながら初めてなんですけど、お腹空いて山頂でご飯食べようかと思ったんですけど、ちょっとガスが出てきたりとか、なんか藤原山荘の中若者がねなんかにぎわってるような雰囲気もあったんで、ね、ちょっと退散しました。この辺がねちょっと良さそうなんですよ。このちょうどシャンドの変わり目、横穴掘りやすそうなねポイントがあるんですよね。まあ、実際こういうビバークするときに場所を選ぶっていうのは結構ね重要ですよね。上から万が一人が降りてきて上からね穴にドーンと落ちてきたりとかしても困りますしね。場所選びっていうのは難しいんですけど、ここちょっと左の方に入ったあたりが風がね弱そうで良さそうなんですよ。ここねちょうど木があるし、上から人がね降りてきて来ることもなさそうじゃないですか。なのでちょっとここに穴掘ってみたいと思います。ちょっとね頑張って少し掘ったんですけど、これ雪道掘りっていうのは想像以上に大変ですよ。こんな感じ。今これね中にやっぱ穴掘っていかなきゃいけないんで、めちゃくちゃ大変。でも深さは十分ありそうですね。1メーターぐらい掘ったらね途中からめちゃくちゃね硬いゾーンが出てきて、この辺硬いんですよ。これもう氷になってる。ここを掘り進めていかなきゃいけないんでね、結構時間かかりそうです、ね、ちょっと適当なところまで掘ったら一旦ねご飯にして、そこからもうちょっとね穴横に広げるだけ広げてみて、まあ2時ぐらいまで頑張ってダメだったらまあそこでね終了っていう感じですね。これ雪道掘るの大変ですよ正直。もう限界です。ここまで掘りました。横穴をね掘るのはもう諦めました。もう疲れた。ここで風よけになるんでね、ちょうど穴の中でちょっとカップ麺作って食べたいと思います。疲れたね。ちょうど下山するね廃家さん通り道なんで、結構ねギャラリーさんにこう、おお穴掘っとるやんなんてね見られるんですよ。ね、なかなかしんどい作業なんで、やる人そのいないですからね穴掘って。でもう湯沸かしとかねやっぱめんどくさいんで、もうこれサーモボトルに限りますよね。雪山は勇気もそうでしたけど、やっぱり雪山はもう本当にね手っ取り早く、ご飯お腹空いちゃってるので手っ取り早くこうやって湯沸かしせずに、ちりとますけど、ちりとま相変わらずねなんかちょっと
ヘルシーなのに気使ってるんで、ヘルシーかどうかわかんないですけど、ちょっとねその辺もサイレントキラーと戦うハイカーなんで、ちょっと椅子を作らんとしんどいな、腰掛けがないと。こっちが奥がね掘っちゃったんで、ちょっと椅子っぽいの作りましょうか。この辺にすぐこう家具がねスコップで作れるんで、ですよね。あーすげえガスってきた。ちょっとこんな感じ。あー疲れたね。いやーほんと雪像掘るのはこれ大変っすよ。腰に来てるしね。これ帰りにちょっと温泉で温めていかないと腰いわしちゃうからね、これ。はあ、気温は0度、はあ、でも全然寒くはないですね。ちょっとでも汗びしちゃうっていうかんからダウンだけ着るかね。汗びえするからね、シェル着るか。しっかり雪のある山だったら穴掘っときゃなんかテントいらないじゃんみたいなね、そんなノリっすよね。多分カップ麺ができたと思うんでね。また例のごとくおっさんのカップ麺食べてるシーンいるっていうやつですけど、一応ね入れときますか。こういう、ね、シーンも。はい、ちりとま、ちりとまっすよ。もう雪山のちりとまこんな感じです。まあ知ってますよねじゃあちょっとね実食って感じで、はい、ちりとま食べてお腹膨らしてちょっと頑張ってもう一掘りしたいと思いますよ。いただきます。うん、うまっ。うん、めっちゃうまっ。やっぱ穴掘りね楽しいっちゃ楽しいですね。やっぱこういう雪山のねピークハンドだけじゃなくて、まあ、雪像掘りみたいなこういうね遊びも、まあ、完全にね雪像完成みたいなところまで行かないにしてもね、こうなんとかこう自分でねこう取り雪のクラフト、スノークラフトというか、まあ、そこまでのもんじゃないんですけど、なんか掘って自分のね隠れ家を作るみたいな、そんなイメージで楽しいっちゃ楽しいですよね。ちょっとおじさんのカップ麺食べるチームもこの辺にしときますか。雪像といってもちょっとね腰掛けてるのは穴をちょっと掘っただけなんですけど、
壊しました。一生懸命作ったんですけどね、はい、なんかもうね結構雪がちらついてきてるんで、もうね下山したいと思います。まあ、今回はまあまあ穴掘りに来たって感じでね、意外とねなんかこんなのも雪山遊びとして楽しいなっていうのはちょっとそういうところは感じました。今度はねもう少し、余裕を持ってね時間かけてしっかりとしたね穴掘ってみたいなと思います。では下山していきますね。なんかね久しぶりの参考だったんでっていうかまあ1週間ぶりなんですけど、なんかめちゃくちゃ疲れましたね今日。ちょっと理由はね多分運動不足ってことなんでしょうけど、はい、やっぱりね参考は継続しないとね、体力すぐに、ね、落ちてっちゃうということで、やっぱり継続する必要が、ね、あるなって感じがします。はい、今回はねちょっとスピークハントもなしで雪像をなんかねなんちゃって雪像をちょっと掘ったぐらいっていうねゆるふわのはずだったんですけど、なぜかめちゃくちゃ疲れました。はい、ということで、今回はね、こんな感じであんまり締まらない感じですけどね、終わりたいと思います。はい、ではまたね次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。